もう私たちもリハーサルもね、はい、あとちょっと見たんですけども、私びっくりしちゃって感動したんですよ、うん、ね、よかったね。そう、なぜかというと私アイドル卒業したら車の免許を取りたくて真っ先に取ったの、うん、で最初に乗った車がトヨタのトレノで、そこにね、あったんですよ、ね、びっくりしちゃって。 あの車とっても嬉しかった。どうぞ、どうぞ、白の、黒の、うん、白の黒のこういうライトね。あっ、よくでもドライバーさんで、あのドライ普段は穏やかなんだけど、ドライブをあのハンドル握ると人が変わるっていう、そういう人いますか、この中。あ、いました。あら、あ、やっぱ私の友達がいます。あ、実はあの沙織もそうだったみたいですよね。そう、私も今は安全運転ですよ、ちゃんと。あ、でも当時も安全運転でしたけど、私はあの車の免許を持ってなくて、で憧れて取りたいって思ってるんだけど、みんなに反対されて、うん、ここまで来て、もでもこの間取りに行こうかなとか、そう、でも今年取りに行こうかなって言ったらもうやめた。もう私はでもまあ取ってもいいけど、慣れた頃に乗せてもらおうかなと。慣れないとね。免許は持ってないって方いますか。やっぱ皆さん持ってるよ。そりゃそうですよね。今日もね、ぜひ楽しんでね、皆さんいただきたいと思います。そうですね、あっという間なんでね、はい、皆さんどうか、あの、お話も聞いていただきたいんですけど、私たちも実はあのドライブの歌というか、車に関して歌を当時ね、歌っていまして、はい、あのフォードっていうあのメーカーのね、メーカーね、はい、の車で、あのワゴン車、ボックスカーに乗ってたんですよね、当時。そう、あの横にセイントフォーってこうね、そうね、めっちゃ目立つやつね、ありました。あんな車にね、乗らせていただいてたんですけども、はい、そのフォードと提携して、なんかあの歌を
歌ってましたね。そうですね。そう、あのなんかドライブ感のある、そうなんですよ、クソクフォートに合わせたかわかんないけど、うん、一応その CM にね使っていただいたという曲があります。はい、はい、で次はぜひその歌を歌ってみたいなと、はい、皆さんあのどうぞあのカメラばっかりじゃなくって歌も聴いてよもうノリノリの曲は私たち多いのでね、はい、踊っちゃってもいいですし、よろしくお願いします、はい、何でも大丈夫です、まあ、アップするとかビューティープラスぜひお願いします。それだけは抑えてください、はい、お願いします、はいはいはい、それでは聴いてください。夢に会いに来い。アルバム出てるので、もしよかったら皆さん、ね、コンプリートコレクションとシンプの時の旅人という2枚、はい、出ていますので、ぜひ、はいはい、見ていただければ。初めてお会いした方もいらっしゃると思うんですけど、セイント4をお忘れることなく応援していただけたらと。でもあの世代的にも結構近いんですかね、近い方もちらほら
いますよね、見えないようなね、まあほぼほぼ近いほぼほぼ近いですね、はい、皆さんもうね本当にねあと1曲になってしまいます。早いですね、最後ですからね、はい、でもあの次の曲はねすごいノリノリでいけますので、はい、手拍子お願いしますね、はい、いきますよ、はい、セイフォーの曲、セイフォーの曲ノリノリばっかりなので、はい、あのぜひ皆さんもでもこれはあの一緒にね手拍子とかできる曲なので、そうですね、ぜひ皆さんせっかくね、お知り合いになれたとかお知り合いになれたとかそうですね、はい、楽しみましょう、はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃそれでは最後に、私たちのセカンドシングル聴いてください。太陽を出しろ。ありがとうございます。